皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日は、日本のプロ野球界をお新撼させた一大ニュースについて、私なりの詳細な分析をお届けしようと思います。題して、スツ義友選手の DNA 復帰決定的、その意義とはです。まずはニュースの概要から、スツ義友外シトは DNA への復帰が決定的になりました。細部の条件がまとまり次第正式決定とのこと、スツ選手は2019年オフにメジャーリーグへ挑戦し、その後複数のチームを渡り歩きましたが、今年 はジャイアンツとのマイナー契約終了を経て帰国を決意しましたさてここからが私の考えるこの復帰の意義です出望選手の帰国は単なる期間にとどまらず日本野球界への大きな影響を与えるでしょうその理由として第一に挙げられるのが彼の海外での経験が日本の若手選手に与えるであろう影響です海外での苦労や経験を持ち帰ることで国内選手の国際韓国の向上や朝鮮意欲の喚起に寄与するはずです次に出望選手の復帰は DNA をはじめと NPB の競争力向上に目標します特にににに dna とととっっててはは強打者ののチーム力大大ききなななな向上につながりファンにとっても大きな喜びとなるでししょうしかし、一方で疑問の声も上がります。メジャーでの挑戦はうまくいかなかった選手の復帰が本当にプラスになるのかという声です。これに対しては私はこう考えます。成功も失敗も全て経験であり重要なのはそれをどう生かすかです。失望選手のような選手は失敗から何を学び、それをどのように次世代に伝えるかがこれからの日本野球の鍵を握っていると。 と言えるでしょう。最後に、私から筒子選手のメッセージです。あなたの新たな挑戦と日本球界への貢献に大きな期待をしています。そして皆さん、筒子選手の復帰が NPB、さらには日本のスポーツ界全体に与える影響に、ぜひ注目してください。今日はここまで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。モノモースでした。